どうも、鈴木ミートです。ファイアーエンブレム無双やモンハンなど、6月はスイッチの期待の新作が続々と発売します。その先駆けとして、マリオストライカーズ、バトルリーグが発売されました。残念ながらそれほど話題にはなっていないような気もしますが、早速買って遊んでみましたので、そちらのレビューをしていきたいと思います。もし購入を様子見しているという人がいたら、ぜひ参考にしてみてください。ではまず、マリオストライカーズとは一体どんなゲームなのか。もともとはゲームキューブで初登場し、その後 Wii で続編のマリオストライカーズチャージドが発売。そしてこのバトルリーグは約15年ぶりの新作としてスイッチで発売がされました。ゲームの中身は基本はサッカーをベースとしていますが、サッカー要素はゴールにボールを蹴り込むというルールくらいで、ボールを手に持ったり悪質タックルなどのラフプレーといった反則行為から甲羅をぶつけたりバナナでスリップ、果てはボム兵を使った爆破まで、マリオならではのアイテムを使ったはちゃめちゃなスポーツとなっています。5対5のチーム戦が基本となっていますが、ゴールキーパーは両チームとも NPC のブンブンで固定されているので、操作ができるのは4キャラのみとなります。遊べるモードは、フリープレイ、カップバトル、ストライカークラブの3種類です。フリープレイでは、試合時間やアイテムの使用などのルールを設定して、自由にバトルが楽しめます。ローカル通信やインターネットで、最大8人の対戦や協力などのマルチプレイも可能です。1人プレイでのメインとなるのは、コンピューター相手にトーナメントを勝ち抜いて優勝を目指すカップバトルです。トーナメントではありますが、一度負けても終わりではなく、敗者復活戦のあるダブルエリミネーション方式が取られており、2度負けるまでは優勝のチャンスがあります。カップ戦ごとに対戦キャラクターの特徴が変わっていくので、使うキャラクターやチームの構成を考える必要があります。そして最後のストライカークラブでは、どこかのクラブに所属、もしくはクラブを設立して一定のシーズン期間を戦うモードになります。一つのクラブに最大20人まで所属が可能で、シーズン中に行った試合の成績に応じてシーズン終了後にクラブのランクの昇格や降格が発生し、コインなどの報酬も獲得ができます。この3つの全てのモードでコインを獲得できるのですが、その使い道が非常に重要で、コインはギアといういわゆる装備アイテムを購入するのに使用されます。ギアのセッティングが試合の勝敗を左右すると言っても過言ではないくらい重要なので、コイン集めはとにかく大事になっていきます。以上が基本的なゲームの内容となります。ではここからは実際にゲームを遊んでみて分かった良かったところと残念だったところについてレビューしていきたいと思います。まずは良かったところから見ていきましょう。アイテムや必殺技を使用した普通のサッカーゲームには絶対ありえないプレイができるので、特別サッカーに興味はない人でも楽しめるゲームだとは思います。フィールドはそれほど広くはないのですが、4人という少数の操作キャラや基本4分という短時間のプレイ時間など、ボールの奪い合い、点の取り合いをするにはちょうどいい塩梅でした。フィールドの周りに常に流れている電流を食らったり、タックルなどを受けてキャラクターが倒れている間もプレイが止まるということはないので、1試合ごとのテンポが良いのも評価ポイントでした。何でもありのルールですが、反則をすれば勝てるという単純なものではなく、ロングパスやフェイントなどサッカーゲームおなじみのアクションや操作方法をしっかりと会得しないと勝つことはできません。さらにはマリオストライカーズならではの戦略性が意外とあり、ドンキーやクッパなどフィジカルお化けの重量級タックルで相手チームを一人残らず気絶させている間にゴールを狙ったり、フィールドにランダムで出現するアイテムを確実にゲットするためスピードタイプで固めたりと、戦法を考えるのも楽しむことができ、その戦略がハマった時はスポーツゲームらしい達成感を味わえます。そんなガチさを感じながらポップに遊べるのがマリオスポーツシリーズの良さでもあります。キノコやスターといったマリオおなじみのアイテムで敵の妨害をすることで試合を有利に展開できたりするので、自分のテクニックが未熟でもそこをカバーしてくれたりもします。キャラクターにはそれぞれハイパーストライクという個別の必殺技が存在し、その必殺技で決めると得点が2点も入るというスマブラでいうところの最後の切り札のような逆転要素を持った任天堂らしい演出もあります。他にもスタジアムでルイージマンションやドンキーコングのジャングルなど、随所に任天堂の遊び心を感じられるのも嬉しいポイントでした。フリープレイでもストライカーズクラブでもオンラインで遊ぶことができ、特にストライカーズクラブは最大20人という大所帯のいわゆるギルドを組むことができる、今までの任天堂にはなかった遊び方ではないでしょうか。自分がクラブのオーナーになれば、クラブ名やユニフォームのカスタマイズなどもできますが、試合のスケジュールなど責任も伴ってくるので悩みどころ。
もしくは自分の遊び方によってクラブを選び、チームの一人になって貢献していくのか、好きな方を選べるので、物怖じせず積極的に参加していきたいと思います。はい。ということで、ここまでは良かったところをレビューしていきましたが、ちょっと残念だったなっていうところについても、いくつか挙げていきたいと思います。試合自体は楽しんでできるのですが、どのモードも試合の形式が違うだけで、とにかく試合をしてコインを稼ぐだけという印象が拭えません。サッカーゲームとはそういうものだと言われればそこまでなのですが、マリオゴルフやマリオテニスといった他のスポーツ系はバラエティ豊富な遊び方があるので、少し残念ではありました。まだストライカーズクラブのシーズンが始まっていないので、そこで盛り上がることを期待していますが、もう少しミニゲームだったり、違うテイストの遊び方があったなら、気分転換をしつつ長く遊べるタイトルになりそうなのになという感じがしました。現時点での話ですが、操作キャラ10体というのはちょっと少なすぎ。前作でも12キャラはいたはずですが、どうにかならなかったのでしょうか。マリオスポーツ系のシリーズはいわばお祭り芸の楽しさもあると思うので、マリオファミリーは一人でも多くいてほしかったです。これは個人的な感覚になりますが、4対4でやった時など相手チームとキャラが半数以上被ってたりすると少し萎えてしまいます。今後のアップデートで追加のキャラの可能性はありますが、ぜひともたくさんのキャラの追加を期待したいです。マリオストライカーズシリーズはシリーズ通してかなり難しい作品です。このバトルリーグも例外ではありませんでした。マリオカートのようにアイテム次第で一発逆転ということはなく、自分の実力がものを言います。フリープレイでは敵の強さを選べるのですが、強いか普通だけで、任天堂にしては珍しく弱いがなく、甘くはない現実を叩きつけられます。トレーニングして上手くなれよということかもしれませんが、5点差とかつけられた時には結構心にくるものがありました。歯応えがあるのは勝った時の喜びも倍増するので悪くないとも思うのですが、ライトなゲームだと思って気軽に手を出すと泣きを見る人もいるかもしれないので、残念な方に入れさせていただきました。はい、ということで今回はマリオストライカーズバトルリーグのレビューをしていきました。ボリューム自体は少なめですが、ちゃんと上達するまで遊べばとにかく楽しめる、良くも悪くもガチガチにやり込むタイプのゲームだなと思いました。購入を迷っている人の参考になれば幸いです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。